では FF15 やっていきましょう。では最初から何やらね、もう体験版やった方はご存知でしょうけど、このいかにもラスボスと戦ってますみたいな状況になってますが、もうここでできるのは移動とカメラ操作だけですので、前の方行きましょう。このね、最初に一番の見せ場を見せるみたいなのはもう他のゲームでも時々ありますけどね、こうやって期待感を高めると。急げ、次が来るぞ。さあ、もうこの辺り全然操作はできないので、まあ、見ているだけですが、キャラクターの名前とかも明らかになって、今回プレイしているのはプレステ4のプロの方でプレイしています。ハードディスク置き換えてもう合計7万円のゲーム機になってますので、多少なりともクオリティとかロード時間が上がっているのではなかろうかと。で、ここが先ほどの主人公のマシですね。もうこの辺りは映画見てる人だとすぐ理解できるかと思います。この人王様、今現在のノクティス王子の出発を認める。で、これ息子かな、多分息子でいいのかな。さすがに孫ではないと思います。旅の無事を、ちょっと年取って見えますけどね、白髪なので。はい、この辺りはもうね、映画を見るとね、もう感情移入度がね、ものすごく違うんですよ。あの 3DCG 映画が別途出てまして、2時間ぐらいの、この辺りだけでもね、ちょっと涙ぐむというね、そういうね、気にさせられるんだよね。まあ、王子なんだろうけどさ、予想はしていたが、映画ではほとんどこの4人のキャラは出てこないと。ノクティス王子、主にこの王様と、でこの脇にいる、ね、男もね、まあ、あるんですよね、映画を見てると。もう言っていいのかどうか、ちょっとね、ネタバレここで言うべきか、皆さん自身で見ていただいた方がいいのかがわからないので言いませんけど、結構重要な役割のあの後ろの人、この王様の一つ一つの言葉もものすごくね、見てると深いんですよね。お任せください。必ず無事に王子オルチシエ、まあ、ちょっとここで涙目になってしまう人もいるんじゃなかろうかと。オルが車で待ってんだろ。まあ、そういう事情も知らずにこの人、主人公は移動すると。この未来の奥方もね、映画見てると、まあ、ほぼ主人公みたいな感じで出てきますんで、まあ、ヒロイン的な役割で。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ、ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。この王様がね、またかっこいいですね。もうね、ここでの温度差はね、映画見てる人と見ていない人とではもう段違いなのでね、ぜひ見てもらいたいなと。さて、旅立ちで、ちょうど映画は今の王様のシーンのその後が描かれていて、最後にここにつながると。なので、このちょうど間のところが映画で明かされてるわけですね。さて、ロード時間とかどうですかね。 PS4 プロと SSD、 ハードディスクではなく SSD に変えたこの実力、もうここはね、体験版やった人はおなじみの車を押すシーンですよね。この直前までが映画で描かれたシーン。車が止まってますよと。で、この辺りの音楽は使ってはいけない、動画配信では使ってはいけない曲が含まれていますので、別の音楽を当てていきます。仕方ないさ。ここはもう英語、まあ、洋楽ご存知の方は知ってるような曲、まあ、スタンドバイミーという曲が流れるのですが、それはね、動画の配信のルールに
わないようにと言われてますので、まあそのように別の音楽に変えます。もう一個だけね、別の音楽使ってはいけないというか、まあそのまま洋楽使っているので権利上の問題で使わないようにということの曲が一つあるようなので、まあもし今後配信していく過程でその曲流れてきたらまた別の曲に変える予定です。だが曲は2つだけ、使ってはいけない曲はそれだけですので、それ以外はそのままお見せできるかなと。調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。これ今 R2 ボタンを押して勝手に押してると、一応左右で操作もできますが、なんだ一人で押してくれ、我が言ってんじゃねえ。これよくよく考えると王子にも車を押させてるんですよね。話してねえだろうな。ものすごくおかしな風景というか、普通は主人公ではないです、王様に車を押させるなんていうことはないと思うんですけどね。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は今は話中だ。っていうかさ、目的地ハンマーヘッドに向かうところです。さっきの地図の通りだが、すげえ近所だったよな。まあこの辺りはまだのんきですよね。のんきに旅ができていると。世界地図で見りゃな。そして FF15 スタートします。世界広いわ。実感できるな。この実感やでしょう。まあ仕方ね、燃料切らしたのは俺たちだ。将軍にあれだけ言われたにもかかわらずな。言ってたね、ゲート出るときね。でここがハンマーヘッドという拠点にたどり着きましたと。でこの辺りはもう体験版プレイしたり、まあ、体験版プレイしている動画をご覧になったりした人が多いと思うので、飛ばし飛ばしやっていこうかなと。待ってたよ。重要なシーンだけこのように映そうかなと。どれが王子？いやこのパンツのラインとかいいですよね。胸もそこなんですけど。いやまだだから。君がルナ・フレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。このルナ・フレーナというのがまた映画で出てくる、あんたはヒロインですね。シドニー、まあ結婚相手と王子の。ここの整備士、さっさと運ばせろ。このシドは FF シリーズやってる方ではご存知の。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ、これ年代的には王様と同じようなはずのはずです。親父に全く同じかどうかわからないですけど、いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。年取った人は結構白髪で年齢以上に高いようなイメージがありますよね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。というわけでここから自分で操作できるはずです。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。さてではいよいよゲームスタートです。まずは適当に会話などをしつつ、この辺りは初めてだよね。地図あげるから。ちなみにこれムービーっぽいのはキャンセルできるのとできないのとがあります、まあ、一通り自分でプレイする分には見ていきますが、よし自由行動だ。で丸ボタンを押すとこのダッシュができると。でスタミナゲージというのが上に表示されると。これは設定で表示されるようにしています。でこの移動中にフェイズシフトという高速移動ができるようにこの製品版なるという話なんですが、まだ発売日当日の朝0時からプレイをしているので、ちょっとそれがまだできてない状況のようです。ダウンロードができてないと。ノクト、ちょっといいか。ああそうそう、この会話を聞かないとダメなんですよね。もう金がない。シドニーに相談しようと思う。これ相談しましょうということで。一文なしか。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？
これで会話を任せることができると、いろいろと自分で選べると。金がなくて困って、で選択肢によって得られる経験値とかポイントが異なるそうなので。なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろって、さっきじいじが依頼を取ってきたの。うん、勝手なことをするじいさんですね。場所はこの辺だよ。やはり 3D の映画と比べると、その見た目多少粗が見えるけれども、それでもものすごい綺麗ですよね、他のゲームと比べたら。でも夜行っちゃダメだよ、死骸が出て危ないから。ジージには、ブロンズバンクルというのが手に入りましたと。それだけあれば泊まれるでしょ。1000ゴールドもくれると。あ、では装備で先ほど手に入ったアクセサリーつけていきましょう。もうここは目的地までカットしましょう。では敵と接近してきたので、まずはこいつらだな。これを倒すと、でボタンこれ押しっぱなしにしてれば攻撃してくれるので、あと調べたところ、ボタン操作してないとき、なんか選べるタイムラグがある、できるそうなんですね。設定によって、今アクティブというモードなのですが、ウェイトという少し待ってくれるようなモードもあるので、アクション苦手な人でもそれなりに楽しめるようになっているようです。では次の地点行きましょう。では敵に接近してきたので、再び戦います。これは簡単なチュートリアルも出ますので、まあそれを見ながらで。ノクト、気付けろ。で少し上の方にミッションのようなものも表示されるので、まあそれもやりつつで。さあ、これもボタンを押してるだけですね。なんか激しく動いてますが、やること自体は、プレイ操作自体は何もやってないと。よし、次の目的地は235と 230m。 さっさと行くぞ。じゃあさっさと行きましょう。ではまた敵近づきましたので行きましょう。こいつらで最後だ。これで最後ですと。ここでシフトブレーキという操作をしましょうと出たので、まあやって成功させたかな。シフトブレークして敵のガードを崩せ。そうするとガードが崩れるそうです。まあ、この辺りもね、激しく動いてても、おっと、ついついボタン操作、四角を押そうとしたらタッチパッドを押してしまったという。この戦闘中でも画面操作で多分装備とかも変えられるのかな。なので、まあ、何かあったら変えましょうと。当面はこの剣でね、やっていけばいいかなと。よし、終わりと。あれ、電話。はい、シドニーだけど、退治は順調？ああ、今終わった。こうなるとクエストコンプリートとなって経験値も手に入ると。でこれ経験値入ってもすぐにレベルアップとかできなくて、宿とかに泊まらないとレベルアップができないとなってます。ああ、分かった、見てみる。では小屋、シドニーから。小屋はどこだろうか。デイブってやつを探してくれって。向こう側行きましょう。え、すぐ近くの小屋にいるらしい。ここすぐ近くなのでこのまま進めます。でこれスタミナゲージなくなるときにこのボタン、丸ボタン離すとまたスタミナがマックスに回復するので、これ結構ずっと走ったままでいけるのかなと。というわけで敵がいますよというお話。大丈夫、助かったぜ。気をつけろ。じゃあやりましょうか。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。さてと、これガードの後に丸ボタンが出たら、その時ボタンを押せばまたダメージ与えられると。
というわけでここもあっさりと片付け終わったかな。なんか歩いてるのいるけど大丈夫か。行くぞ。これ倒せてないような気がするけど。あっちにも小屋が見えるぜ。じゃあもう一つの小屋行きましょう。ではもう一つの小屋近くに来ました。また敵がわらわらと。提案がある。このようにイベントも起こるので。なんだあいつ。まあ、それに従うと良いでしょうと。何かメリットポイントとかが得られると。あの鋭い牙が獲物に突き立て、まあ、これで完成と。引き出して食べるらしい。まあ、上に登った後でも攻撃できるので、性格的に関わりだ。まあ、うまくそれを使うと良いのかなと。今敵にかわされたか。味方もこう、味方がこういうふうに勝手に戦ってくれるのはいいですよね。なんか共闘感があって、なんかボケーっとしてても倒してくれそうな感じでもありますし、弱い敵であれば。見直したぜロット。さてこれでおしまいかな。いやまだ2体とか。ここまでだ。というわけで、そこに誰かいるのか。デイブさんが出てくると。あんたハンターのデイブか。探したぜおい。大丈夫か。ああ俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。これはなんでね、王子がこんないろいろと命令されなきゃいけないのかというね、すごい疑問があるんだが。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。これ自分の国の王子を知らないっていうことですかね。エーザ、俺たちに任せて。恩に切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。というわけでもう一つまたイベント起こしてクエストをやりましょうと。このように今回経験値が手に入りましたと。これ序盤のうちは移動がものすごく長く感じますが、車とか手に入れるとまた楽になるのかなと。あと先ほど言ったように発売日に行われるバージョンアップでそのあたりを対応したものが。おっと、なんだ。一旦休憩して体勢を整えよう。じゃあ体勢整えましょうか。よし、近くのシルベでキャンプをして。これキャンプをすると経験値がハンターが活躍してるみたいだ。レベルに変わると。あの人たちって警護隊の代わり。民間の組織だが役割は同じだな。発売日バージョンだと実践経験してる。発売日後に公開されるダウンロード彼らの前でアップデートがあると。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ここでもフェイズシフトができるというのをオフィシャルで見ました。警護隊支給の服はまだ0時からプレイスタートした段階ではね、それが適用されてなかったのは残念ですけど、今回ダウンロード版でプレイしてますんで読み込みとか良くなってればいいなと。というわけでここでキャンプをしましょう。今日はここまでだな。トレーニングというのもできるようですけどね。まあ、味方と戦って経験値稼ぐみたいな、うん、プレイしているのは発売日0時からなんですが、いやこんなので食事風景とか見せられたらお腹が減るだけですよね。なんか従軍カメラマンみたいになってる人がいますけど、こういったのも後々公開されるんですかね、メディアとかに。このゲーム中のメディアってことですね。さて何を食おうかと。まあね、噂のおにぎりもいいんですが、いやーいかんな、これ腹減るな。これ何もなくても作れるものがおにぎりとトースト。攻撃力が上がるトースト作りましょう。いやーまあね、分けられたプレートの中にトーストのみというのはかなりシンプルではありますが、レベル1からスタートしてるんですね。
体験版はレベル5からスタートだったかと思いますので、ちょっとびっくりしましたが、さてもちろんシドニーの写真はゲットしておくと。あ、これはシェアできるかどうかか。こんなシドニーばかりの写真シェアしてたらアホじゃないかと思われる恐れがあるのでやめておきましょう。では目的地近づいたので、あれじゃない、敵が見えるので行きましょう。放っておくわけにはいかなそうだ。待て、なになに、やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。来るぞ。なんか喋り方イラッとするね。おお、やった、すっげえ。さすが、まだだ。じゃあ行きましょうか。さあ、ここからだぜ。連携ができると。じゃあ早速使いましょう。でこれ連携中にもボタンを押せという今アナウンスが出るんですが、ちょっと早すぎて対応ができないと。連打してて大丈夫なのかどうかちょっとよく分かりませんけど。おっと、言いつけろよ。なんか転がされてるけど、テンペスト使えと。グラディオスとグラディオーラスだね。なかなか読みにくい。よし、これ使って AP ポイントを手に入れて、あとはもう普通に戦っていけば。これでかいけどレベル2と。さて味方は戦ってるのか。これはもちろん味方が近くに見えないが大丈夫か。転がったので、転がってる間ダメージが通りやすいと。このチャラいのがプロンプトと。この銃欲しいですよね。さてまた携帯が鳴って。はい、見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。シドニーとまた会話をして。ああ車カスタマイズもできると。この子は何なんだ。まあ一応貼っておくか。これ体験版ではなかったの でどういうことかと。分かった。なんだろうこの子って。さて次の運転。少しだけ3月ぐらいに公開された体験版のデータを読み込むというのがゲームスタート時にありましたので、もしかしたらその絡みなのかな。んと途中でイベントが、うわ眩しくて何も見えない。いやなんかいるのは分かるんだが。おお、これ体験版の時はあんな太陽に遮られるようなことなかったので、すごい今見えなかったけど、あまあね、鳥さんがいますよと。ようやくハンマーヘッドに戻ってきたと。ここまでは歩きというか走りというか、それで戻ってきたので結構時間かかりましたが、あとは、あっと何か貼ってあるぞ。これか。おお、これはそうかそうか。何なんだろうな、何でもらえたものなのかがちょっとよくわからないけど、ね、昔のドット絵風のキャラクターたち。任せたね。ほら綺麗になったでしょ。どうしようか、このまま行こうか、色を変えようか迷うな。じゃあレガリアと写真撮ろう。もしかしたらダウンロードで買った時の特典みたいな感じかもしれないですけど、今回いろんなショップによって特典が大幅に違うのでね。これは PS ストアで買ったダウンロード版です。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる。このね
王子なのになんでここまで使いっぱしりをさせられるのかと。ありがとう。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。いまいちこの国の王子の役割がよくわかりませんが。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。これ自動運転の方が楽なので任せましょう。だが夜だと自分で運転しないといけないらしい。そうか。なら俺が運転できないようなので、あ、運転しなければいけないようなので書いてありますね。夕方までですと。夜間は自分で運転してくださいと。あ、そうだ。せっかくだからこの子ちょっとカスタマイズしてみない？どうしよっかな。今のを変えるかどうか。今日のご注文は？今できるのはこれかな。ステッカーがこれか。楽しみにしててよ。では色をブルーを基調にしたものにしましょう。あ、なんか白に乗ってきた。お待たせ、完成したよ。緑と青で統一しています。じゃあ行きましょうか。ここはオートドライブでお任せとはクエストから目的地と。準備はできているか。あ、うっし。あ、そうか、これ開くのか、こんな風に。おお、なるほど。これ音楽選べるんですよね。まあどれにしようか迷うけれども。いいミスだよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。やはり私は好きに行けばいいだろう。これを選ぶと。終わる前でもその後 FF13 のね、音楽ね。うん、いいですね。やはり音楽もこの自分で選べるというのもね、特に過去のシリーズやってる人だとお好きな曲が当然あるだろうから。ようやくモーテルに到着と。これは特に丸ボタンを押さなくても勝手に止まってくれるのかな。というわけで店主と話しましょう。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。まあ、セリフ送りもこれできるようです。って犬がやってくると。まあ、電子書箱みたいな感じで犬が来るというね。よくここが分かったな。いまいちね、有能な伝達役だから。車があるのに犬に任せると。ちょっと待ってな。ちなみにこの王子のいる国は魔法の国なので、もしかしたら魔法が関係しているのかもしれないです。で、このルナ・フレーナというのがまあヒロイン。この間冠を作った。これも映画でね、ものすごく活躍しているので。ジールの花、昔はこんな可愛かったと。別に映画が可愛くないわけじゃないけど。うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか。うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。大まかに言って、この王子の国とこのルナ・フレーナの国で、あともう一個機械文明の国がいると。その3つぐらい覚えとけば結構反応できるんではなかろうかと。このストーリーを把握しやすいんじゃなかろうかと。あまり複雑ではなかったので、映画見る限りでは。あまり複雑だとね、途中で何をやってるのかわけわからなくなるので。気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし。さて次はガーディナという場所に向かいますと。これもまたオートで。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定について。ああ、今のルナ・フレーナの話が出てきましたね。発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり。これ別に王子の国とルナ・フレーナの国が停戦ではなく、先ほど言った機械文明の方の国との同盟です。このルナ・フレーナの国はもう機械文明の方の国にも接収されているような感じになってますので。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ、祈りを
支えていきます。ルナ・スレーナ様は結婚式のため近くテネブラへを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間、カンナギの公式な訪問は一時的に中止されます。え、協定で？ああ、そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ。政略結婚だけれども相思相愛みたいな感じで。さて、パーキングいよいよ到着で、船着き場に着きましたと。ガーディナと船上、これ一応左下にねガスのマークがあるので、これがなくなるとどうなるか。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。一応ここで給油ができるようなのでやっておきましょうか、せっかくなので。あ、これ減った量に応じてゴールド変わるのかギルが変わるのかよく分かりませんけど。よし。魔法の国なのにこんな風に普通の給油機を使うと。やっと。なんだなんだこれは。結婚ドレスをビビアン・ウェストウッドが結婚式の記事か。うんとうとう。ルナ・フレーナ様のドレスだって。おお、すげえな。こりゃお相手も気が。あれか、現実世界のブラントのことなのかな。できるのか。綺麗だろうな。まあ宣伝オツみたいな感じですけどね。オルティシエの中でも格式の高い店らしい。そうなると料理もだいぶ凝ってんだろうな。食えるもんがありゃいいけど。この夜中にプレイしてるときに料理料理言うのはやめてもらいたいと。お腹がグーグーなる。残念なお知らせです。この人もね、映画を見てれば誰だかがわかると。来たんでしょ。そうだけど、うん、出てないってさ。なんだあんた。なんかあれですよね、これ最初に出てきた、なんかラスボスっぽい人に顔似てるなとかちょっと思うんですけど。停戦の影響かな。実際どうなのか。停戦記念にコインでも出たね。え、マジで。出ねえ。発売前にもう情報ネタバレしてるそうなんですが、私は少しテキスト情報で見たけど内容まだ分かってないんで、まあ実際どうなるか最後の方まで楽しみにしようかなと。船が出てないって本当かな。ちなみにこの辺りはまだ体験版出てきた範囲内です。確認してみようぜ。まずは船着き場の方に行くと。まあ、本来であればね、こういった会話を、まあ、会話できないけど、こういった人に接して会話を楽しむみたいなこともね、RPG ならやるべきなのかなとは思うけれども、まあ、バンバンね、進めていきましょう。そんなに有名な。ああ、船いないよ。なんで？お腹いっぱい。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんちゃ、うん、ちゃんと王子だと知ってる人もいると。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってるの。逆に言うと新聞記者じゃなければ王子だとわからないっていうのもおかしな話でね。お忍びだろ。記事にされたくないよな。な、ちょっと俺の話聞かない？まあ、とりあえず聞いときましょう。じゃあ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。まあ多分どちら選んでも内容変わらないんでしょうけどね。そしてまた王子がパシリになると。場所を印つけといたんで、原石取ってきて。これ、宝石の原石。代わりに船乗れるよう話しつけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。今日は船が出てないんですね。さて、ではまた目的地に行きましょう。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。
乗船できるかはともかく敵対はしたくない。さてではマップでこれで、ね、車の方に戻ることをすぐできるのでこれでワープができると。さてこのロード時間がどうなのか、うん、結構早いですね。では車に乗って目的地に行きましょう。ではそろそろ目的地に到着です。オートドライブ楽ですね。じゃあこの時間はもう音楽鑑賞の時間かなと。多分だ。探してみるか。またと。さて降りましょう。これはどこを行けばいいのか。向こう側のポイントに向かって、何やら耳元から音が聞こえますが、寝息のような。これはさっき飛んできた鳥居ですよね、多分。気づかれたと。なんだろう、この鳥はそんなにも重要な役割なのかどうか。荘厳な音楽と共に飛び立ってきましたけど、これ別に召喚獣とかではないですよね。飛んだ。なんだろう、将来的にフェニックスになるとかそういうのがあるのだろうか。迫力あったな。旅もここまでかって思ったよ。さすがに。でここでアイテムを拾うと。無理だと思った方がいい。ではまた戻りましょう。では依頼した人のところに戻ってきました。おお、俺新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ、うん、自分で分かってたんだね、感じ悪いやつって。王子を脅してでも俺は欲しかった。何癖つけたお詫びに情報、君らがもらった金貨、あれカンナギ就任記念硬貨、あの男他にも。なんであの瞬間で分かったのかって気はするけど、この帝国関係者が機械文明と言ったらいいのかな、そちらの方の人間と。効果なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っちまえってな雰囲気だったけどな。ではもう一度話しかけましょう。そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で問題なく許可取れそうなんで。結構まめに仕事をしていると。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。どう言って船を動かしてんだが、職業柄ってことなんだろうが。これなんで船が動かないのかっていうのも映画を見るとなんとなく理解はできるかと思いますよ。なのでまあぜひね、映画はね見ていただけたらと。おっと間違えた。ちょっと焦っちゃった。しっかり準備してきなよ。原石すげえ喜んでたな。作品くれたし。頼んだら何か作ってくれるかな。高くつくんじゃねえか。でも世界に一つだからな。しかし軽くて強引なところはあるが、純粋で真面目な人間なのかもしれないな。こういう会話もね、聞いていると。いや、やつはなかなかの綺麗者だと思うぜ。色々とね、世界が広がると。ただ調子がいいんじゃねえんだよな。じゃあ行きましょう。マジ早いな。船が来るの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。というわけでホテルに行こうと。というか勝手に泊まると。休むか。賛成。ここら辺はもう映画見てる人だとすぐ分かります、何が起こってるか。これはノクティス王子の方の国の出来事、テロみたいなことが起こってると思ったら、停戦締結の場面であのような敵対関係があり、まあ、戦闘も行われると。でこの敵もね、
映画では破壊の限りを尽くすみたいな敵が出てきて、このように王夫が、我らが新宿がこのような状況になってしまうと。というような出来事が、まあ、ありましたと、この出発してから。あ、おはよう。なのでね、この辺りまでにできればね、映画見てもらいたいんですよ。もしくはここからこのタイミングで、ちょうどこの辺りはまだ体験版でプレイできた場面、この辺りでね、映画見るのが良いかなとは個人的には思いますが、 FF15 をプレイされる方、もしくは、まあ、動画で見ようと思ってるけどより世界知りたい方は、映画の方はちゃんとね、自分でお金出して見ていただけたらと。どの新聞も同じだ。何が？王都が陥落した。はぁ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍は王都城周辺を爆撃、国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。そして王都は、バカ言うな、俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。だといいのに。他に情報は自分たちで見てくるしかねってことが。ならインソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろう。どうだ、ここまでが体験版でプレイできた場所。4人は王都に引き返すとなってますね。というわけで車のシーンから、これはまた自動移動かな。みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ？町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。さて、もうこの辺りはもう体験版の後ですので、私も初めてなのでついつい聞いてしまいますが、兵士たち、魔導兵を運ぶ船だ。人造兵か。ああ、大量生産されている人型の兵器だ。ロボットってことですね。戦協定はなくなっちゃったんだ。さあ、敵が続々と王都の方に向かっていますが、あれ見て、ここはもう通れないみたいな感じかな。あ、いや、敵がいるのか。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。これはどうなるんだろうな。本当に王都に行くのか、それとも別の場所を行くのか。丘を登る。もうこの辺りも王都で移動するので、まあ、お任せということで。破壊されてますね、この辺りも。
もう少し行けば王都が見える場所に出るだろう。では行きましょう。どこらへん行けばいいんだ。こちら側から回り込んで、このくらいなら片付けた、片付けていいのか。ああ蹴散らして恨みとばかりに。何もねえからな。ガシガシと。ああ今こちらレベル確か7だったはずなのでね、もうレベル3の敵であれば問題なく倒せるんでしょう。この辺りは魔法が使える国らしい戦い方ですよね。このフェイズシフトは。ロクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。歩いて回復しろ。まだ敵いるか。あ、まだいた。終わったかな。さらに先行こう。ここからは何が見えるというのか。いやまだ敵もいるか。さあて後ろに回り込んで、あんまりこれ使いすぎるとね MP がなくなるので気をつけなきゃいけないんだけれども、まあそれも気分的にはねどんどんと使っていきたいかなと。さあデート、だからなんだろう、敵の数が多いからかなかなか倒せないぞ。まだいるまだいる、どっかから飛んできてるような気がする。仲間の HP はゼロになるといかんと。なんかプロンプトがいつの間にか倒されてるぞ。もらった。あープロンプトは最大 HP がすごく少ないようですね、そもそもが。さてこちら側からでいいのか。送り込んでやる。中どうなってんの。それをこれから見に行くと。5階上がろう、ボートが見えるはずだ。さてとここも、ここはあっとあんな上に敵が、これ落ちたのかな敵。敵の数多いな。これが魔導兵か。中身が人間じゃない、容赦なく攻撃してくる。このでっかいのが魔導兵かな。大丈夫か、まだ MP が回復しないので上の方でのんびりと。さて魔導兵はどこ行った、もう終わってるのかな。なんかアイテム手に入ってますが、改造で強化しないと武器は強くならないと。だが今シドのところに戻ってる余裕もないのでね、このまま丘の上に立って我らが王と眺めましょう。両国間で行われていた停戦協定については、今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナフレーナ様のご逝去が新たに確認され、消すな。ごめんいらねえよ。ちなみにルナフレーナも映画を見てるとどうなったかが分かります。なぜか敵の飛行機の真下で携帯構えると。コルカ、
どうなってんだ。今どこに。外だよ。そっちに戻れない。ああってなんだよ。何なんだよこれ。俺たちはどうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは。王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ。陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。コールが誰だかちょっと わからないですけど。ああ、ハンマーヘッドに行けば出会えるとのことです。将軍か。なんと。ハンマーヘッドに行くって。陛下は。ここでチャプター2に移りました。いやー、そうですね、体験版でまだプレイしてなかった部分がもう続々と出てきたので、ものすごくこの続きも楽しみでありますが、コルが誰なのかまず確認したいですよね。将軍ということはあの人のことなのかとも思いますが、さてこれが王妃様、ルナ・フレーナ様ですね。これはもう戦闘が終わった後かな。この女性は誰だかよくわからない。あの指輪を持って王都から脱出したような感じ。警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中はどうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの。まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。このオートドライブ中は降りられないとかあるんですね、こういうイベントの時は。あった、何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ妹さん。ああ、あっちはどうなってるかわかんねえが。ハンマーヘッドに到着かな。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど旅はできる。そうだな、行こう。というわけで到着しました。よ、いらっしゃい。ああ天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。特に話すをやらなくてもこのように会話が進むんですね。では今回はこの辺りで終えようかなと。次回チャプター2続きをやっていきたいと思います。もし続きに興味がある方はチャンネル登録して次の配信をお待ちいただけたら幸いです。それでは失礼します。